どうもシルビです。おはこんばんちは。今回はですね、スティールシリーズのレビュー動画をお伝えしようと思います。スティールシリーズのこれ G7 というやつですね、私ちょっと買いまして大前はたきましたね、ゆきち先生って感じですね今までいろいろとレビューをやってきたんですけども、比較的低価格路線でね、みんな入門用やっていうのをやってたんですけども、ここら辺でちょっと一応行ってみるかって、まあ先月ちょっと残業代が入ったんでね、行っちゃおうかなみたいな感じで、見事に残業代吹っ飛びました。まあそんなのどうでもいいんですけど。まあね、せっかくなんでね、ちょっといいの行ってみようかなと思って、で、まあワゴンセルじゃないですけども、ちょっと安くなっていたので、買いました。それでもですね、結構いいお値段します。で、こいつはですね、特徴としてこの、見てください、ビデオカメラの画面に入りきらないぐらいの大きさですね、重厚感。これパームレストが大きいんですね、このパームレスト。とても大きいので、よくですね、私他のパームレストと、エルコムのやつみたいなのを使ってたんですけど、それがもう必要ない、これだけで完結しますね。もうか、手首をしっかりと打って固定できる。で、これは、この G7 というのは、海外のプロゲーマーが、監修作るときに監修に入って作ったので、非常にそういうところ考えられて、FPS ゲーマーかな考えられております。特徴としてあるのが、ここ、Windows キーがないんですね。これメディア、Windows キーではありません。メディアキーって言って、まあ、ここをしながら、この F1 から F4 の下に入っている動画再生のこのミュートとかができるっていう、まあ、ぶっちゃけですね、Windows キーを外したかったんですね。Windows 廃棄しないのでおまけでつけましたっていうものです。で、Windows キーはこっちにあります。ここに。なので、事務用で、デスクトップを出す方、とかは、ちょっとこうやって押さなきゃいけないっていうデメリットとかはあります。まあ、それ以外はね、そんなに来る、なくても別に構わない金なので、5出してですね、デスクトップに戻っちゃったりすることの方がまずいので、ゲーマーとしてはこっちの方が嬉しいかなという感じですね。それ以外に見ていただきたいのがこれですね。写真でもお見せしようと思うんで、なかなか伝わりづらいんですけど、こういう形で、若干斜めになっています。見えるかな？ちょっとこれね、なかなか難しいんですけど、傾斜がついてます。こっちからの方がいいか。こんな感じです。見ていただくと分かるんですけど、微妙にですね、同じ高さではなくてですね、こう斜めにこう入ってるんですよね。こういう感じで。そのため、非常にですね、押しやすく設計されております。ここ、WS、まあ、FPS で言うと、こういう、基本スタイルはこのピアノの感じですね。で置くんですけれども、こう見てわかるかな、この非常に斜めになっている、パッと見たとわかんないんですけども、よく触ってみると、おっという感じで、非常に手が置きやすい形に設計になっております。ですね。あとはですね、これを外した状態にしてみましょう。外してもですね、外すとかなりコンパクトになります。ですね。コンパクトですね。まあ、人によっては、やっぱり、縦のサイズがですね、パームレストをつけると24センチになってしまうんですね。だから、多分これ24センチの倍、まあ、倍とは言わないですけども、かなり長くなってしまうので、人によっては机に置けないよっていう方もいると思うので、そういう方はですね、こう外しても、使うことが可能です。まあ、むしろこれを外して使う方の人の方が多いんじゃないかなという気はします。やっぱりどうしても場所を食ってしまうので、結構このパームレストですね。このパームレストは、人を選ぶのかなという気はするんですけど、私はまあ比較的、スペースを取っているので、こういう状態です。で、ちなみにこの上にですね、USB ハブとメディアキーが入っております。私、このメディアキーがとても嬉しかった。なぜなら、動画を見ている方はわかると思う。まあ、ブログとかちょっと長くね、私のブログや実況動画を見てくれている方はご存知だと思うんですけども、マイクが抜けたりとですね、マイクに雑音が入ったりするんですね。それは、ここが、パソコンが実際もうちょい距離があるところにあるので、ケーブルの長さがギリギリだったんです。今まで。それでピーンと張った時とかに雑音が入ってるってことが過去何度かありました。っていうか結構ありました。なので今回こいつが来た、くれたおかげで、それが見事に解消されたわけですね。私、正直ですね、これが購入理由の一つに入ってます。かなりこれが重要です。それ以外に、この USB ハブが2つついているので、そうですね、まあコントローラーとか、あとは、
USB タイプの何なんでしょうね、マイクとかもありますので、そういうのを使う方はここから直接出せるっていうメリットがあります。割とですね、これ人によっては重要な要素だと思うので紹介させていただきます。で、ケーブルですね。これとても厚いケーブル。なぜならこれここにあるようにメディアと USB のケーブルが一緒になっています。なのでこんだけ分厚いケーブルになっております。で、ケーブルのタイプなんですけども、このキーボードは珍しく PS2 式です。まあ一応変換器として USB もついております。ただ PS2 にで繋いだとき全機同時押し可能です。なので、ものによっては同時押しが3つまでしか対応しないっていうキーボードが結構あるんですね。3つだと A を押しながら前行きます。左、FPS で言うと左斜め前に行きたい。という感じでやります。で、よく最近だったらシフトキーでブーストがあるんで、ダッシュとかスプリントなので、左斜めに行きながら、シフトを押しながら左斜めに行きます。これでもう、これ以上の他の操作できないですね。じゃあここでジャンプしようって言っても、このキーが反応しない。これ3つ同時押しだとそういう状況になります。結構ね、最近はね、シフトとジャンプを対応するゲームが増えているので、案外ですね、同時押しっていうのは重要になります。で、こいつの場合は、PS2 接続をした場合、全機押せます。なので、メモ帳とかを開きながら、次にバッてやると、その分が全部出ます。それはそれでどうなのっていう感じなんですけども、割とですね、なかなか豪勢な作りです。ただ、USB にすると、ちょっと全機は同時押しできないです。ちょっとその辺、実際の数字は確認が必要なので、今調べてみますけども、PS2 ならば同時押しですね。で、右側にスティールシリーズのロゴ。これはちょっと LED 付きで、下に LED が付いてあります。それでですね、こいつなんですけども、もう一つの特徴として、全機押しがあるんですけども、安定しております。というのも、もう完全に据え置きですね。なぜならこの本体だけで 1170g。1キロ超えです。1キロ超えのキーボードです。ものすごい重厚感ですね。なので簡単にはちょっとやったぐらいじゃずれないよっていう、思いっきりボーンって動かない限りずれません。結構ね、その辺ね、割と環境によっては重要なのかなという気がします。重厚感なのでね、ただ、膝の上に乗っ、いないと思うんですけども、膝の上に乗っけたりするキーボードではないと思います。あともう一つやりやすいのがですね、私も一度全部やったんですけども、見ていただくと分かるんですけど、こういう感じで簡単にキーが取れます。ものすごい感じに簡単にキーが取れます。これ、おかげで、これ黒軸っていう、黒軸のメカニカルキー配列なんですけども、これ黒軸なんですね。これが中が赤だったり、青だったりすると、やっぱ早速グレーが見えちゃう。なんでマップで見ないんですけど、刺し棒ないかな、刺し棒。刺し棒。まあいいや。だと、赤軸とかっていう言われております。これは黒軸ですね。のメカニカルキーボード。で、簡単にこうやって、キーを取れるので、掃除が楽なんですね。非常に楽です。私は一度これを買ってですね、一度全部もうすでに一回取りました。どんなもんか確認したいと思うので、そのまま画像、ブログの方に記事にね、画像として出そうと思っていますので、よかったら参考にしてみてください。比較的ですね、簡単です。ただ、Amazon のレビューによると、キーがあまりにも簡単に取れすぎるがために、ゲーム中に取れてしまう。なので良くないよって言ってた人いますけども、見ていたところに、そんなすぐ簡単に、ちょっと力入れないと取れないので、簡単に取れるって言いますけども、ゲーム中に取れるのは多分ですね、なんだよみたいな感じでね、やられた時とかに、ちょっとカッとなった時に、やって取れるとかっていうのはあるかもしれないですけども、基本のプレイでですね、取るのはちょっと力の入れすぎだと思いますね。なので、基本のプレイで取れることはないと思うんですけども、取れてしまった場合は、ちょっとプレイスタイルとか、力加減をですね、調整した方がいいんじゃないかなという気がします。というのをちょっと、Amazon のレビューを見て。で、Amazon のレビューですと、そんなに実は高くないんですね。私、あまり、あれを気にする部分と気にしない部分あるので、低いのは、なんていうんですか、マイナス、ネガティブっていうのは強く強調されてしまうので、割とですね、マイナスが増えは、あんまり当てにはしてない部分ってあるんですけども、
まあそ、まあ、結構ねもうガンを 何十セントやりましたけども、そんなに違和感はないですね。むしろこの脱達感がとても好きですね、これ気持ちいいです。これちょっとうるさすぎるっていう人いるかもしれないですけど、メカニカルキーはですね、この メンブレン式とはちょっとにはないですね。この脱達感、この打ってる感じがですね、これああみたいなこれだけでもう飯食えるぜみたいな感じでございます。いやもう本当にこれが触った時の感覚としていいですね。なのでこいつはもう本当に完全にゲーマー用、まあ普段使いもできるとは思うんですけども、この脱達感を求めるがためにね、プロ仕様というか、まあ高級志向ですねの人にはぜひですねおすすめしたい一品です。このね流線というんですかねのありますし、じゃあちょっと装着しますかね。このパームレストね、パームレスト置くとだいぶ大きく感じますね、やっぱり。まあその分ですね、非常に安定して、文字打ちとか、私はブログを書いてるんですけども、ブログを書いていてですね、とても手首が助かります。やっぱりね、たくさん文字を書くと手首とかに負荷がかかってくるので、やってる人はやっぱりそういうケア、手首やのケアとかが必要になると思います。負けで言いますと、私は右手はこういうエルコムのこのハンドレスト、こいつ必需品に近いんですけども、を使ってます。やっぱそういうですね、手首とかの負荷、やっぱり若い、まあ最初の頃は大丈夫だったんですけど、ずっと長くやってるとですね、そういうところに結構無理がかかってくるので、ぜひですね、そういう部分、そういう目に見えにくい部分を購入する際は気にした方がいいと思います。そんな感じでですね、お伝えしましたスティールシリーズ G7 のレビュー動画、ちょっと私初めてなのでですね、ちょっとドキドキしておりますうまくいったのかなとか、こんなんでいいのかなとか迷いつつもやってみました。まあ、勢いは大事ですね。またですね、他の作品とか購入したら、これからしばらくガジェットをどんどん買っていこうと思うので、こういう形で動画をね、もうゲーム動画以外にもお伝えしようと思いますので、よかったら見てみてください。それではですね、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この記事はですね、この詳細の記事とかはブログにも書いておりますので、よかったらブログの方も 目を通していただけると嬉しいです。それではですね、お付き合いいただいてどうもありがとうございました。シルビでした。